はい、プロット74、塗りつぶした三次元図形の、回転、平行移動などです。まず、チュートリアにある直交座標系と急座標系の相互変換の、プログラムに、0があると、ゼロで割るというパターンが起こるんで、ちょっと修正を加えると。で、ある軸に対して回転させると。二つの軸に対して回転させようとすると、どうもバグるので、一つだけにしましたと。いうんで、これを回転させると、こういうふうに、それぞれで書けると。それから、正四面体を、この軸に対して回転するってやると、θ が3分の π で、こうできるので、多分これ6分の π とかでやると、まあ、こうやって重なったような形になってくると。で、拡大縮小はめちゃめちゃ簡単で、全体にかけるだけで、この図形が拡大できると。それから平行移動もさっき買ったように、足し算して XYZ 座標をそれぞれ入れるだけと。で、これらを組み合わせると、スタックしていくことによって、丸で三角で四角、丸丸丸とか、こんなやつも、どん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 スタック作戦で、重ね合わせていくことができると。で、回転作戦もつけながらやると、ペンとミノがマウスキャットでこうやってつくことができるということがわかります。はい、以上です。